第2回サマーセットアッパー選手権ということでね、やってまいりました。第2回、玉をセットアップ選手権ということで、第1回見ていただけた方、ありがとうございます。第1回の時もたくさん素晴らしい写真がね、送られてきました。ということでね、第1回めちゃくちゃ好評だったんで、第2回開催したいと思います。前回はね、PC 周りの写真を送ってもらったんですけど、今回は PC& ゲーミング環境のセットアップ周りのね、写真を送っていただきました。なので、前回よりちょっとね、写真の数が多かったです。その分ね、いろんな応募者がいると思うんで楽しみっすね。これはどんな人たちが応募してきてるのか見ていきますか。で、今回は、今見てる通り、玉尾サバで、特別チャンネルを作って写真投稿してもらったのと、もう一個はツイッターでハッシュタグつけて、投稿してもらいました。ぜひね、玉尾サバ、誰でも入れる玉尾サバ、ルールを守ってくれればね、誰でも入れる玉尾サバね、ぜひ概要欄にリンクがあるので入ってみてください。はい、ということで見ていきますか。それではまず一人目、落ち葉 TV くん。かわいいな、これは。かわいいな。てかさ、目の前にテレビあんのになんで繋がれんだよ、こいつは。なんで机の下に鉛筆削りあるの？普通机の上に置かない？お前勉強してねえだろ、おい。これもともと勉強机だったろ？ガラケーあるな。お前何歳だ？もしかして、俺より年上じゃねえか、だいぶ。いいですね。あ、で、忘れていた。今回はですね、たまおチャンネル特別企画ということで、普段動画をね、見てくれてる皆様に感謝の気持ちを込めて、商品を用意しました。今回は、かっこいい部門、そして、汚い部門、面白部門の3つを設けました。それぞれね、Amazon ギフト券3000円分を贈呈、する予定なんですけども、まあ、前回の汚い部門って言ったらもうめちゃくちゃもうひどすぎて、ちょっと思い出すだけでなんかくしゃみ出そうなんだけど、今回はね、どんなのが来てるかマジで楽しみですね。それじゃあ見ていきましょうか。はい、続きまして、すっとこさん。はい、こちらもスイッチでのゲーム環境ってことで、これは、これどう評価したらいいの？お前どこでゲームしてんだマジで。冷蔵庫あるよな。お前キッチンでゲームしてる？これ。あ、物置ゲーマー。なるほどね。物置が自分の部屋みたいになってんのかな。いいな、なんか。ちなみに、俺も実家いるときあれ物置でした。もともと物置の場所を俺自分の部屋にしてたからね。いいな、なんか冷蔵庫あるのいいな。羨ましいわ。こん中に俺のセットアップコンテスト選ばないやついねえよな。とも好きだぜ。気軽にパーしてんじゃね？パーは神聖なもの。俺スパチャされてもパーしねえからな。今ここで本気のパー見せてやる。行くぞー！パー！よし。なんだな、序盤から飛ばせるね、お前。もう300人ぐらいいるんだぞ。次、ゾーマくん。小学生の時の机で頑張っています。できるだけ綺麗にしてるつもり。あ、綺麗だね、比較的に。勉強机ゲーマーや。いいなぁ、なんか、哀愁漂ってるわ。あ、俺と同じキーボードですね。いいですね。俺も学生の時、この環境欲しかったわ。俺、14インチのブラウン管テレビでゲームしてたぞ、お前。はい、少し人目が気になりますが、頑張ってます。お前頑張りすぎだろ、これは。どこだこれ、山田電機か、おい。じいちゃん。ちょっと待って。ちゃんとゲーミングパソコンじゃん、ジーチューンの。あ、そこそこいい値段する。20万すんだ、これ。お前なかなかいい環境だな、これは。精進しろよ。あ、でも、ちょっと待って。いや、俺もやってたわ。俺塾通ってたんだけど、その塾の途中に山田電機があって、そこでサドンアタックっていう FPS を普通の PC でインストールしてやってました、電気屋で。うわー、なんか、シンパシー感じるわ、こいつと。やっぱな、男はアホなんだな。この時代は繰り返すわ。はい、僕のデスクは 2D です。そのまま 2D の世界閉じこもってる、お前。はい、斉藤颯太くん。バリバリ本名だね。あのね、ちゃんとニックネームつけようが。扇風機があるのはゲームやってたらスイッチが熱くなるからです。らしいですね。これさ、扇風機の風当たらんやろ、スイッチに。お母さんちょっとモニターぐらい上げてほしいわ、これは。安いモニターあるよ。斉藤颯太、お前、扇風機斉藤颯太に改名。よし、次行きます。はい、工藤新一、俺のデスク周り。今はどかしてるんですけど、前までここにモニターを置いてやってました。ちょっと待って。じゃあ今の状態これなんだ。お前よ。
何のコンテストだと思ってんだよ。もうアイドルに夢中で、もうゲームやめとるやん、こいつ。え、次、ヤーさん。これミニオン？ミニオンボロボロじゃねえか、お前、メガネの部分。多分これミニオンだよね。こいつお母さんと一緒に出てくるやつよね。お前可愛いな。これ絶対小さい頃から持ってる人形だよ。絶対可愛い顔しとるわ、こいつ。綺麗だな。清潔感ある。はい、続いて、ミルクス。デスク周りです。PC の壁紙に関してはこちらの動画を見てください。あ？動画付きだぞ、こいつ。まずは PC 環境。まあ、ちょっと暗いし、寄せすぎててわかんないな。まあ、ちょっと壁紙の動画見てみるか。見てみましょう。俺どんな顔すりゃいいんだ、こんなん見てよ。俺にどんなリアクション求めてたんだよ、これ。いいよな、雨の日。雨の日は家でゲームしたくなるよな。あ、陰キャの童話だ。え、すげえ！プロジェクターあるじゃん！ここちょっと、なんか地味な感じだけど、このプロジェクターがもうメインすぎて。おめえ、プロジェクターもしっかりつせよ。なんか、ここでアニメ見たりしてるんかな？うわ、てか、普通にいいわ、この環境。すごいな、今の学生は。どんだけお金を持っとるの？本当に。俺、リサイクルショップで14インチのブラウン管テレビ買ってきたんだぞ、お前。3000円だったぞ！叫んなよ、お前。はい、次。え、サイラス、マスクさせてるのはモニターがコロナにかからないようにするためです。毎日マスク入れ替えてます。お前マジか。気持ち悪いやつ来たな、なんか。これで3000円、うひょー、あひゃー、うひょー。あー、なんか、哀愁、溢れてるな。壁紙の感じとか、なんか、なんかいいな。なんか近しいものを感じるな、うちの実家と。はい、ウィザードは、俺の青春、我、ワッチョン。ということでね、よく意味がわからないですけど、もう、ツッコミどころが多すぎるだろ、お前な。まず、なんで布団のシーツを壁にかけとるんだ、こいつはな。この左のやつさ、お前、図が工作で、なんか粘土くっつけるやつじゃねえの？なんで骨組みしかないの、これ。で、このなんか意味深な薬やめろ、お前。え、これ、ローグカンパニーっていう結構マイナーなゲームしてるな。すげえ。ちょっとこれ、得点高いですね。いいっすね。俺がちょっと昔一回案件でやったけど結構おもろかったな。次、ティラさん、ちっちゃいゲーミングチェアがお気に入りです。あ、でもいいっすね。このモニターアームで両サイドこうくっつけて、ヒカキンと俺と。いいなぁ。いいコラボですね、これは。あー、なんか、ちょっと待って。ちょっと待って。なんかいるぞ。なんか、え、怖っ。なんか急に出てきた。お前、え、なんか、え、左奥からなんか見てね。怖いんだけど、ちょっと。なんか、なんか、クローゼットの中からなんか見つめてない？誰だよなんだこの玉ねぎ星人！オニオンくんって名前かな、この子は。で、なんか会合してるんだわ。女神と自由の女神、ゴリラ、犬。いいな、これ。うわ、ガチャガチャしたくなってきた。お前、いいもん持ってんな。めっちゃいいよ。あ、ゲーミングチェア！これのことか！オニオンくんがゲーミングチェア座っとる。うわ、え？これ何ガチャなの？え、普通に欲しいな、これ。うわ、いいな、小物いいな。うわ、なんか俺もちょっとなんか殺風景だからさ、小物ちょっと増やしてこよう。ガチャガチャやるわ。はい、続きまして、ヒロくん1ヶ月掃除してませんということで。あー、汚いな。いや、お前これは汚いと言わないぞ。これはちょっと清潔感漂ってるわ。お前ちょっと綺麗好きだったりしないか？絶対そうだよな。これは汚いとは言わない。ペットボトルとか、ちょっと収集したいタイプじゃない？そういうのあるよな。なんかモンスター、飲んだモンスターめっちゃ並べてるやつとか、そういう感じでゴゴティね、コレクションしてるやつ。そんないねえか。次、フィアス。中3男、掃除大好き。これだよ、汚ねえやつは。お前、学校の机の中に給食のパンとかを、お前、1ヶ月ぐらい放置してカピカピになってるだろう。絶対そういうタイプ。もう、チップスターとか、うわ、もうね、ちょっと待って、焼肉さん太郎？わからんけどさ、これなんかベタベタしとるやつを机の中に入れてるやつ、マジの本物これは。この後ろが見たいわ、俺。この部屋の後ろの方。うわ、汚いわ。あ、でも地面はそこまでか。まあ、中学生の男子って感じの机の上か？まだまだだな。言っても。あ、でも、これは片付けろ、さすがに、焼肉さん太郎。はい。勉強机ゲーマー、20歳です、シロさん。はい。いいね。取り方がいいね。シンプルだね。綺麗好きだろうな。はい、次、メタ、ミータ。はい。新中学1年生です。え？何これ？めっちゃオシャレやん。後ろのブラインドもオシャレなんだけど、なんかオシャレに見えてるな。これ月があるタイプだ。月が置いてるやつはいやらしいぞ、お前。お前。うわ、家にクレーンゲームあるじゃん！
で、うんこしかないやつ。うんこしかないけど、誰がやるん、こんな。どういう暇つぶしよ、これ。マジで羨ましいわ。最近のデスク周り帰りました。汚いか汚くないか分かりません。俺の名前、高村。要はこれ、2モニターってことでしょ、多分。そういう感じやってんじゃねえかな。いいっすね。あ、ちゃんと芳香剤とかも置いたりして。まあ、シンプルですね。お、メンヘラ。はっきりしてんな。17歳、底辺ゲーマーです。気づいたらこうなってました。汚い部門です。これは女の子だぞ。はっきりしてんな、メンヘラで。この、クロミちゃんだっけな。うわー、素晴らしいですね。これ、女の子です、皆さんね。皆さんね、女の子は天使のようなね、イメージをね、してる方もいると思いますよ。女の子の中には、こういう子もいます。でもね、よく見ると、この右端が汚いだけで、こっち側はなんか綺麗に見えるんだけど、まあそれは錯覚だよね。こっちが汚いだけだよね。うん、みんな騙されないように。はい。でも、まあ、本当に女子だな、飲んでる。じゃがりこと、雪印のコーヒー牛乳、ちゃんとこの、でっかいやつ飲んでるのすごいな。これゲーマーだな。てか、若い、ね、若い子っていうのわかるわ。このね、俺もよくこの、でっかい紙パックのやつで飲んでたわ。17歳の時。うわー、いいですね。うわ、あー、こっち側もですね。ここ、お?サラミとか。こっちにも、酒飲んどるんかって、これ。いや、いい女ゲーマーになると思うよ、これは。いや、友達にいたら絶対面白いタイプよね。こういう女の子。はい、次。ちゃんまるさん。1万2000円入った財布盗まれたんで、まだテレビでやってます。ちなみに上はベッドです。ということで、その財布の情報いるか、お前。1万円刺してるし、あ、いいな、この色の、これダッキーかな、わかんないけど。このキーボードなんかかっこよくない？いいね、これ。で、そして、これはなんとルルーシュか、これは。これはコードギアスルルーシュ。多分そうだよね。いや、これは得点高いっすね。これよく見たらさ、これコントローラーに背面パッドつけてる。すごい！これは生きた化石ゲーマーだ。これ使ってる人いるの？ちゃんと純正の背面パッド使ってる人いるんだ。いいね。でもさ、この二段ベッドのさ、下でゲームするのなんかさ、男の基地っぽくていいよね。秘密基地っぽい。勉強机ゲームはいいっすね。はい、次。パナカ高一です。左の絵誰か買ってください。え、自分で描いたんかな、これ。すごいね、描いた。ピカソみたい。シンプルっすね、結構。でも小物がこう、ちょんちょんってある感じ。いいっすね。続きまして、301、検体かな、これ。中学2年生の部屋です。お前、エロすぎだろ、中学2年生にしては。すごいね、これ、ちゃんと LED つけてんのね。ほんとゲーマーだと思うわ。モニターを机の上に置いてるんかな？で、横ベッドで、みたいな。LED 置いてるの、ちょっとこれ、また、独り立ちしたらもっといい部屋作るんだろうな。ハッセ、次。あの、スイッチの横に扇風機置くの流行ってんの？で、ちょっと待って。扇風機の親子か、これ。なあ。ちっちゃい扇風機もちゃんとおるの。かわいいな、お前。なんかすごいね。あ、やっぱさ、熱処理の問題が出てくるのね。スイッチゲーマーって。すごいね。そう、物語ったら、この3台、親子3台で、熱処理をしております。素晴らしいっすね。え、これ同じ人じゃん。一応その PC ゲーマーでもあるんだ。両党なんだね。いいっすね、いいっすね。いいね。いい壁紙だね、これ。うん。